自分の名前と性格には独特の色があるかもしれないって考えたことはありませんか？さて、今回は皆さんの名前が何色か調べてみましょう。答えを選んでポイントを数えて、動画の最後に結果を確認してみてください。質問1、自分の名前は好きですか？名前を変えたいと思ったことは？ A、変えられたらいいと思う。 B、自分の名前が大好き。いい名前。 C、あまり実名で呼ばれない。 D、興味ない。 A は40ポイント、 B は10ポイント、 C は20ポイントで、 D は30ポイントです。 2、現在あだ名をいくつ持っていますか？ A、もはや覚えていない。 B、あだ名で呼ばれたくない。 C、 1個だけ。 D、あだ名よりリアルの名前の方がいい。 A を選んだ人はスコアに10を足しましょう。 B は40ポイント、 C は20ポイントです。 D は30ポイント差し上げます。 3、 他人から名前が覚えづらいと言われますか？ A、 いいえ、忘れがたいタイプだから。 B、 母親ですら名前を間違える。 C、 わからない。 D、はい、正直気に食わない。 A は20ポイントです。 B を選んだ人は40ポイントを追加しましょう。 C は10ポイントです。 D は30ポイントを加えてください。 4、 名前から想起される花は何ですか？ A、 ひなぎく、暖かくて遊び心がある。 B、 バラ、高貴で魅力的。 C、 ユリ、美しくて神秘的。D、 サボテン、自立していて防御的。さて、 A の選択肢には10ポイント、 B の選択肢は40ポイントを加えましょう。 C は20ポイントです。 D の方は30ポイントを加えてくださいね。質問5、特定の性別に縛られる名前ですか？普遍的な名前ですか？ A、 どちらも OK。 B、 わからない。 C、国による。 D、 性別に縛られる。 A は40ポイントです。 B は10ポイント、 C は20ポイントを追加してください。 D は30ポイントです。 6、 他人はあなたの名前を発音するのに苦労しますか？ A、 いいえ、全く。 B、 自分にすら難しい。 C、 時々。 D、はい、正直気に食わない。さて、選択肢 A は10ポイントです。 B は40ポイント、 C は20ポイントを追加してください。 D は30ポイントです。 7、 自分の名前と名字どちらの方が長いですか？ A、 どちらの長さも同じ。 B、 名前。 C、 名字。 D、 ミドルネーム。あればですけど。A を選んだら10ポイント、B は40ポイントです。C の場合は30を加えてください。D は20ポイントです。8、同じ下の名前の有名人が存在しますか？ A、はい、よくある名前なので。B、いいえ、同じ名前の人はいない。C、自分自身が有名人。D、1、2人いる。選択肢 A は40ポイント、 B は10ポイント、 C は20ポイント、 D は30ポイントです。9、自分の名前は現代的ですか、古めかしいですか？ A、 超現代的。 B、 古めかしい。 C、 結構古い。 D、 古くも現代的でもある。 A の選択肢を選んだ方は30ポイント、B の方は10ポイント、C を選んだら40です。D は20ポイントを加えてください。10、名前にはスピリチュアルな意味がありますか？ A、もちろん、親がだいぶ調べたらしい。B、よくわからない。C、自分にとって特別な意味がある。D、自分の名前に特定の意味があるとは思わない。A の選択肢は40ポイント、 B は10ポイント、 C は30ポイント、
D は20ポイントです。質問11、名前から連想される音楽のジャンルは何ですか？ A クラシック、 B インディーポップ、 C ラップ、 D ハードロック。 A の選択肢は40ポイントです。 B は10ポイントを加えてください。 C は30ポイント、 D は20ポイントです。12、名字も名前も同じ人に会ったらどう感じますか？ A わあ、マトリックス並みの事件。 B 無関心、よくあること。 C 嫉妬する。 D その人と友達になる。 A を選んだ方は10ポイント、 B の選択肢は20ポイント、 C の選択肢は30ポイント、 D は40ポイントです。いい感じですよ。それではあと数問答えてから自分のカラーコードを発見しましょう。13、自分の名前から連想される色を選んでください。 A ピンク、 B 青、 C 黄色、 D オレンジ。選択肢 A は10ポイント差し上げます。 B は40ポイントを追加しましょう。 C は20ポイント、 D を選んだ場合は30ポイントを加えてください。14、名前にマッチする天気はどれですか？ A 雨降りで爽やか、 B 暖かくて穏やか、 C 冷たくて風が強い、 D 暖かくて太陽さんさん。 A の選択肢は40ポイントです。 B は20ポイントを追加してください。 C は30ポイントです。 D は10ポイントを入れましょう。15、名前から連想される自然のエレメントは？ A 火、 B 大地、 C 水、 D 空気。 A の選択肢は10ポイントです。 B の選択肢は40ポイントを加えましょう。 C は20ポイントです。 D の場合は30ポイントを追加してください。16、自分の名前に合う季節は何ですか？ A冬、 B 秋、 C 春、 D 夏。A を選んだ方は10ポイントを加えましょう。 B は30ポイントです。 C の場合は40ポイント、 D は20ポイントです。17、自分の名前っぽい味がする食べ物は何ですか？ A チョコレートアイスクリーム、 B 手羽先、 C コーヒーといただくクロワッサン、 D 寿司。 A の選択肢は10ポイントです。 B は30ポイント、 C を選んだ場合は20ポイントです。 D の場合は40ポイントを追加してください。18、名前の最もそれっぽい景色はどれですか？ A 穏やかで天気のいい砂漠、 B息を呑むように美しい山、 C ミステリアスな森、 D 砂浜と海。 A の選択肢は30ポイントです。 B を選ばれた場合は10ポイント、 C は20ポイント、 D を選んだとしたら40ポイント差し上げます。19、自分の名前が守護神の名前だとしたらどんな守護神ですか？A 愛と恋愛関係、 B 知識と芸術、 C 戦士、 D 自然。 それでは A の方は30ポイント、 B を選んだ場合は40ポイント、 C は20ポイント、 D の場合は10ポイントです。 20、 自分の名前とよく連想される性格は何ですか？ A誠実で愛情深い、 B 情熱的で自立している、 C 賢くて自意識が高い、 D のんきでオープンマインド。 A の選択肢は20ポイントです。 B は30ポイント、 C は10ポイント、 D は40ポイントを追加してください。さてポイントを加算してみましょう。
最終的なスコアが200から350の場合、名前のカラーは赤です。生きていくのにお金が必要だから欲しいものだっていっぱいあるしね、というマドンナのマテリアルガールそのもの。健康、エネルギー、性への感謝で輝くあなた、友達や家族を心から気にかけています。温かくて信頼できる人と思われているようです。芸術や科学は新しい意味合いをもたらして人生を豊かにしてくれるでしょう。350から500ポイントの場合は名前のカラーは金です。情熱的でカリスマ的なリーダー体質、明るい性格で世界を照らして辛い状況にも希望をもたらします。周りの人はあなたになら頼れると思っているでしょう。ただあなた自身は境界線に関して厳しく、他人が自分を利用することを許しません。そのため時には孤独を感じることもあるでしょう。しかし受け入れるしかありません。勝者は一人佇むものです。500から650ポイントを獲得した方のカラーは青。名前から知的で穏やかで大人びた人であることがわかります。新しいことを学んで他人に教えることが大好きです。頑張りすぎて自分の感情を無視してしまうことがあります。しかし心の奥底では洗練されたテイストと優しい心を持ったロマンチックな人物。その正直さ、知識、誠実さを周りは評価しています。650ポイント以上をゲットした方、あなたの名前は紫色に輝いています。本当に地球人？なんて質問をされることも珍しくはありません。名前によれば変わった運命と才能を持った、とてもスピリチュアルで賢くオープンマインドな人物であることがわかります。あなたの人生にはパラドックスと驚きの偶然がいっぱい。クリエイティブなお仕事をすることが多いかもしれません。一人でいても孤独を感じることはありません。宇宙と不思議なつながりを感じているんです。